今回は昭和30年代のパ・リーグを代表する本格派投手の稲尾和久氏についてご紹介させていただきます。稲尾氏は大下博志氏、中西太氏、豊田康光氏とともに西鉄ライオンズで3年連続日本一を成し遂げるなど西鉄黄金時代の中心選手として活躍しました。特に1958年の日本シリーズではチームが3連敗した後4連投4連勝して日本一を達成し、神様、仏様、稲尾様と称賛された昭和の名選手です。そんな稲尾氏の輝かしい経歴をご紹介させていただきます。1937年に大分県別府市に7人兄弟の末っ子として生まれ、父は漁師で母は父が釣った魚を売り歩き生計を立て、幼少中に産気づいて稲尾和久氏を産みました。漁師を継がせたいと考えていた父の意向で1944年に北国民小学校に入学すると、稲尾氏は父に連れられて天馬船に乗り浪し込まれました。稲尾氏は幼少時代について、薄い板一枚隔てて下は海、いつ命を落とすかわからない小舟に乗る毎日でしたが、おかげでマウンドでも動じない度胸がついたと語っています。また強靭な下半身はこの寮の手伝いによって培われたようです。1950年に中部中学校では野球部に入部し、1年生から保守のレギュラーに定着しました。中学卒業後には大分県立別府緑ヶ丘高等学校に入学し、当初は中学時代から勤めていた保守でしたが、1年生の秋に投手転向し、2年生の夏にはエース兼4番となりました。1955年夏の甲子園県予選では準々決勝で上野が丘高校から17三振を奪って勝ち上がりましたが、準決勝で佐伯角上校に2対3と惜敗し、東九州大会には進めませんでした。高校卒業後は西鉄ライオンズに入団しましたが、入団当初は注目されておらず、監督の三原治氏も稲尾は打撃投手として獲得したと公言しており、獲得に動いた武井清スカウトも知人に呼ばれて稲尾を見に行ったが、投球もバックスイングが小さくて欠点が多い、打撃投手に使えればという気持ちで取ったとのことでした。実際キャンプでは中西氏、豊田氏ら主力打者を相手とした打撃投手を務めており、口の悪い豊田氏からは手動式練習機とも呼ばれていました。打撃練習の際、稲尾氏はボール球をストライクゾーンギリギリに外れるように投げるといった練習をし、制球力を磨きました。キャンプ後半になると次第に稲尾氏の内角球に差し込まれる打者が増えてきたため、中西氏と豊田氏が監督だった三原氏に稲尾を使ってみてほしいと進言したそうです。後に豊田氏は稲尾が打撃投手として取られたというのは嘘、三原監督は早くから稲尾に注目しており、また投手はまず打撃投手をさせるのが監督のやり方だったと述べていました。当時の日本プロ野球は専業の打撃投手を置く球団が存在せず、選手の中から打撃投手をやりくりしていたとの事情もありました。稲尾氏はオープン戦に登板した際、スコアボードに稲尾と間違って表示されるほどの無名でしたが、結果を残して開幕を1軍で迎えます。開幕戦で11対0と西鉄が大量リードで迎えた6回表から2番手としてプロ初登板し、4回を無失点に抑えました。その後もしばらくは敗戦処理などで登板し、5月中旬まで25回3分の1を投げて自責点わずか1と安定感が変われ、5月17日の近鉄戦で初先発しました。結果は6回まで無安打無得点で抑えましたが、7回に崩れて交代となり、2失点で勝ち星はつきませんでした。しかしこの好投が認められて先発陣に加わりました。この頃は直球一本やりでしたが、シーズン成績21勝6敗、パリーグ記録の防御率 1.06 という成績を残して最優秀防御率と新人王のタイトルを獲得しました。日本シリーズではルーキーながら全6試合に登板し3勝を挙げ、西鉄の日本一に貢献しました。2年目からはシュート、スライダー、フォークを投げ分け、シーズンではパリーグ記録を更新する35勝6敗、防御率 1.37、勝率8割5分4厘で最多勝、最優秀防御率、最高勝率の3冠を獲得し、史上最年少でのリーグ MVP に選出され、日本シリーズでは2冠と勝利を挙げて再び日本一に貢献しました。そして1958年に現在でも語り継がれている神様、仏様、稲尾様というフレーズがこの年の日本シリーズをきっかけに生まれました。この年シーズン成績は33勝10敗、防御率 1.42 で2年連続の最多勝、3年連続の最優秀防御率を獲得します。さらに334奪三振でパリーグ記録も更新し、2リーグ制後初の2年連続 MVP を獲得し、リーグ制覇に大きく貢献しました。そして迎えた日本シリーズ、対戦相手は読売巨人軍でした。
西鉄は第1戦を稲尾氏で落とし、第2戦も敗戦しました。第3戦稲尾氏を再び先発に立てるも敗れて3連敗と追い込まれ、巨人に日本一に王手をかけられました。第4戦三原監督は稲尾氏を3度目の先発投手に起用してシリーズ初勝利。第5戦でも稲尾氏は4回表からリリーフ登板するとシリーズ史上初となるサヨナラ本塁打を自らのバットで放ち勝利投手となりました。そして第6、7戦では2日連続となる完投勝利を収め、西鉄が逆転日本一を成し遂げ3年連続日本一の立役者となりました。稲尾氏は7試合中6試合に登板し、うち5試合を先発で4完投、第3戦以降は5連投をして26回連続無失点を記録するなどの好成績を収め、シリーズ MVP と最優秀投手を獲得しました。この日本シリーズでの活躍で、特に第5戦に自らのバットで放ったサヨナラ本塁打の際、お客さんが手を合わせて神様、仏様、稲尾様、救いの神の稲尾様と発せられ、優勝時の地元新聞にはベンチの上で手を合わせるファンの写真とともに神様、仏様、稲尾様の見出しが躍り、現在でもそのキャッチフレーズが語られ続けています。監督の三原氏はこのシリーズで稲尾氏を登板させ続けたことについて、この年は3連敗した時点で負けを覚悟していた、それで誰を投げさせれば選手やファンが納得してくれるかを考えると稲尾しかいなかったと告白しています。後年病床に伏していた三原氏は見舞いに訪れた稲尾氏に対し、自分の都合で君に4連投を強いて申し訳ないものだと詫びましたが、稲尾氏は当時は投げられるだけで嬉しかったと答えたそうです。その後のシーズンで42勝を挙げるなど輝かしい活躍を続けましたが、次第に入団当初から酷使し続けた右腕に痛みを覚えるようになりました。治療を重ねましたが、酷使し続けた右腕が良くなることはなく、次第に先発ではなくリリーフ中心のスタイルにシフトしていきました。リリーフ中心ながら毎年の勝利数が10勝前後をマークするなど、右腕の痛みがありながらもチームの勝利のためにマウンドに立ち続けました。しかし若手時代の投球ができなくなったため、1969年限りで現役を引退しました。選手として通算成績756試合の登板で276勝を達成し、その鉄腕ぶりを現代でも称えられています。引退後に監督要請を受けて受託し、専任監督として最年少の32歳で西鉄の監督に就任しました。現役時代につけていた背番号24は監督になってもそのまま着用していましたが、西武ライオンズとなった後も背番号24は小川博史氏、秋山浩二氏、平野健氏、小野和義氏、金村義明氏、真山隆氏、松永博則氏らそのまま他の選手が着用していましたが、2012年に稲尾氏の生誕75周年の記念と功績を称え、永久欠番に指定されることになりました。監督就任後の1970年はチーム結成以来初の最下位に沈み、監督として4年間指揮を取りましたが、目立った成績を残せず1974年に解任されました。その後は中日ドラゴンズの投手コーチを3年、そしてロッテの監督を3年間務めた後に指導者の道を退きました。その後は野球解説者として日本プロ野球に貢献し、1993年には野球殿堂入りを果たしました。そして2007年には故郷の別府市に完成した別府市民球場内に稲尾記念館が開館し、記念館には稲尾氏が現役時代に使用したスパイクやトロフィー、写真などの資料が展示されているほか、現役時代の稲尾氏の姿をかたどった銅像も建立されました。このように神様、仏様、稲尾様と称賛された昭和の名選手の輝かしい活躍を振り返らさせていただきました。現在は先発、中継ぎ、抑えといった投手分業制が当たり前になった時代だからこそ、改めて連投多投を繰り返した先発完投型タイプの鉄腕稲尾氏の現役時代は伝説だったということが想像できると思います。今回は西鉄ライオンズ3年連続日本一に貢献し、西鉄黄金期を築いた神様、仏様、稲尾様と称賛された昭和の名選手稲尾和久氏についてご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。